おはこんばんちはー。かずさと、たかの、つむつむチャンネルへ、ようこそ。今回は、スターウォーズの12月新つむの、ジェダイルーグを使用し、高得点に挑戦しました。プレイヤーたかの、ジェダイルーグは、スキル3です。この1個前の動画では、通常プレイの延長ありで、1100番点、達成しましたが、今回は、チャイロを使用してプレイしました。スキルのライトセーバーできるタイミングさえ掴んで、練習さえしていれば、高得点可能な最強ツムであるということか、プレイしていてわかりました。以前の動画でも言いましたが、プレイのコツのキーワードは、緑色の円が小さくなった時に、放つ、です。そして、延長なしで、デイツムレベル、デイスキルで、1000万点を、達成することができました。決して自慢できるプレイではありませんが、皆様のプレイに参考になればと、作りましたので、ご視聴お願いします。今回は、ジャイロ機能を使って、プレイしたいと、思います。では、ジェダイルーク、スキル3で、レッツ、ツムツムの、ジャイロ機能ありでは、延長なしで、下手な、中でも、1000万点達成できました。通常プレイで、大きく違うのは、コインの量です。ジャイロでは、デイスキルでも、コイン稼ぎに、使えそうなので、また検証してみます。ディズニーツムツムプレイ動画集は、現在リクエスト動画、募集中です。
このツムでプレイしてほしい、この企画やってほしいなど何かありましたら、Twitter、YouTube チャンネル運営していますので、よろしければ Twitter でコメント、 YouTube 動画内のコメント欄に記載してください。 Twitter、YouTube チャンネルのリンクはディズニーツムツムプレイ動画集チャンネルの説明欄にリンクを貼っていますので、 Twitter へはそちらからどうぞ。プレイヤータカはまだまだ下手なので、とはいいによりますが、プレイヤータカと私トークロイドハズサが厳選し選ばせていただきますので、応募をお待ちしています。最後まで動画をご視聴してくださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。